集会に参加したのは元大学教授などで作る市民団体、熊野朝鮮から歴史を紡ぐ会の会員や大学生などおよそ60人です。団体などによりますと、1926年1月トンネル工事の労働者だった朝鮮人イ・ギウンさんとペ・サンドさんが、映画館で始まった日本人と朝鮮人の間の騒動がきっかけで武装した日本人らに殺害されました。この出来事は当時の木之本町で起きたことから木之本事件と言われ、トンネルの脇には市民団体が1994年に建てた追悼碑があります。参加者は追悼碑に献花し、事件現場となった通りなどを歩いて回りました。このトンネルによって、この地域、熊野地域の人たちの交通が潤うわけですけれども、そのために働きに来ていた、朝鮮人が殺されてしまうという痛ましい事件が起きたわけです。集会は毎年開かれていて、今後も続けていくということです。